ヤホーこんにちは、シャイコです。東京でボーカルコーチをやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は XG のシューリングスターを The First Take で、なんと、披露されたというところで、もうびっくりしましたね。XG ちゃん、とうとう The First Take に出ますかというところで、まあおそらくこの次多分、Winter Without You が来るんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、はい、一発目はシューリングスターということで、早速皆さんと一緒に聞いていきながら歌声分析していきたいと思います。はい、でこちらもう何万回と聞いてきておりますシューリングストアでございます。最初はもう通しでいっちゃいたいと思います。イヤホンと画面がちょっと見にくいかもしれないんですけれども、まずはちょっと一旦聞かせてもらって、それが終わってから感想とかちょっとここ気になるよっていうところをお話ししていこうかなというふうに思っておりますので、皆さんぜひ他の機械とか用意していただいて、同時に再生ボタンを押していただけたらなというふうに思います。はい、ではカウントを入れていきたいと思います。 3,2,1。ドキドキしちゃうね。結構さ、サムネ見た感じだとなんかパンクっぽいよね。なんかお衣装がね、ロックな感じじゃない？ココちゃん、ココちゃんの仕上がりチェックチェック。はっ、最高。Yeah. XG on. 最高。あら、この方やってんな。あら、おはび？大好き。うわぁ！いい曲だね、やっぱね。うんふん。かわいい。気持ちいい。やべえわ、やっぱ。やっぱやばいわ。なるほどね。ちょっとね、口元見てますね、私今。完璧。さすが。あはー。あはー。なるほどね。いや、マジで。
落ち着いてるね。今回の X 字はね。はいはいはい。なるほどなるほど。ちょっと口元見てたんですけど、ちょっと改めて確認したいかな。ちょっと最初の方とかどうなってたかなっていうのを、ちょっと確認しようかなと思っております。で、ですね。おはび。ちょっと待ってね。まず、ちょっとね、もうこの、ひなたちゃんの表情から作って、この XG の絵の音を作り上げていく感じね。この、ここもここくしゃっとするんですよ。ここくしゃってして最初の絵の音をめっちゃ作るんですよね。すごくいい。最後。この方、またちょっともうちょっと音量上げてもらっていいですか？ちょっとね、まじゅーりんちゃんがね、非常にコンパクトなんですけれども、こうやって側で見てるとね、ただ中でやっぱり音がね、すごくこう特徴的に作られていくなという印象があって。A1 flawless、ここら辺の入れ方とかも、やっぱすごくこう、ってこう瞬発力があるっていうか俊敏性がありますよね、音にね。ペンズマニアム、ここのD の発音とかがもうペンズもの歯で作ってる感じとか、これをもう歯で作りに行く感じとか最高ですよね。グリーンにもジャイ、ここら辺のザの音もちょっとね絶の位置かな。ちょっとやっぱりこう下の位置が少しこう後ろにある状態で、そこで D でこの歯ですよね、ここで作っていくっていう、この舌の位置と歯の位置っていう、ジャッジャッジャッ、この音、グリーンに、まあ、多分グリーンの R でちょっと上にね舌がこう上がるじゃないですか。グリーンにってそのままもう舌の位置あんまりこう前の方に行かずに、そのままちょっと位置キープしといて、グリーンにもジャイエってこういう風に D の音を発音した後にジャイエット A の音、ここで少し顎が前に出るみたいなニュアンスかな。うん、今見てる感じだとね、すごいここら辺がフレキシブルに動いてるなっていうのを感じる。最後。信じられないでしょ？ねえ。信じられないですよね。私もです。信じられません。ちょっとこのね、急になんかヴェノムが入ってくる感じね。急になんか、毒がね、入ってきますよみたいな。この感じ、ココちゃん。ね。マンネ組ですからね。これがね、恐ろしいですよね。かぁ、この表情取れますか？ねえ、大丈夫そう？みんな。ビビるよね、マジで。この、こっちこう上げていく感じね。すげえマジで。で、そう、さっきからその、ね、口の動きなんですよね。ちょっとそこら辺の動き見てるんですけど。うん、そうですね。ここの、この上げ方ももちろんそうなんだけど、ちょっとやっぱね、前後間の運動が、多いなって感じる。ジュリンちゃんもそうだったかな。あんまり上下感っていうよりかは、前後感。ドゥワドゥワ、しっかりこう唇、ドゥワドゥワって適当に言ってなくて、やっぱりはっきり、ドゥワドゥワ、すごくこう、強調してね、音を作っていく。まあ、パキッとしてる分、やっぱりここら辺しっかり動いてるなっていう感じがしますよね。ゴーインセン、ここら辺のこの前後の動き、もうやっぱりこれだけやっぱパッキパキにラップしていくので、やっぱそうだよね、そりゃ動いてるわなっていう感じで、ココちゃんも同じで見てください、これ。うん、こういう風に使ったり、逆にこっちでこうやって弾いてたりとか、そう、こういう表情を撮ったりとかするんですよね。こういう動きがすごい多いですね。で、そこに、ちょっとここ、ガタ側だけ上げる意地悪な動きみたいな、そういうのが出てくるっていう感じですね。これね、ちょっとラッパー陣と、ボーカル陣でね、そこら辺の動きがちょっと違う気がするんで、ちょっと皆さんもそこ注目しといてください。この唇を、どういう風に扱っていくかっていうか、そこら辺が、ちょっと明確に違う気がする。ね、うん、超可愛い。このさ、愛の手ひなた大好きだよね。めちゃくちゃ可愛い。ちょっと猫ちゃんみたいでね、とても素敵なんですよね。このメックムーブセー、ここのムーブが、このしゃくり方多分ね、ライブならではなんじゃないかなと思ってますね。音源多分しゃくってなかった気するんだけど。
はい。って感じでですね、落ちさ縦目なんですよね、結構。顎をね、こう下に落として使っていくようなニュアンス、このニュアンスですね。ストンと、こう、力みなくストンと落とすみたいなイメージ感。うん。この涼やかな音が入ってきた時の、なるほどな、この空間と、あとはこの脱力感か、っていう風なところをすごくね、こう感じますね。Stars in the dark、 ここら辺の落とし方とかもめちゃくちゃ綺麗よな。なんか音の変化としても一個カクンとさせるために使ってそうな感じもするし、 Holy shit stars in the dark make a wish、 なんかこうやって言った方がちょっとメリハリがつくというか、おー、ビブラートが大変なことになってるっつってね、本当にね、もう。もう震えるような細かなビブラートで、ちょっとね、あ、そこにもかかってんだっていう素敵な場所があって。このグランのところは、もうわかるでしょ、これ。もうめちゃくちゃ揺れてるよねっていうところと、この Now I'm って言ってるところですね。これやばい揺れ方してますね。ちょっと直前かな、その直前の World。うん、ここでも若干揺れるんだけど、もうなんかね、日にならんぐらいね、ここの Now I'm って言ってるところがやばい。綺麗ね。あ、で、ジュリアちゃんなんだけど、口元の動きに関しては、チサちゃんよりも上下運動感っていうのはね、そんなにないんですよ。割とこう、コンパクトに、縦にも、前後にも使っていくような感じ。で、一個すごく特徴的なのは、この下唇の、例えば入れ方、ちょっとこう、うってやる瞬間があるんですよ。そう、ここの入れ方が少し彼女の、表情とかを見ていると多いなというか、明らかに他のメンバーにはない、この唇の使い方、顎の使い方っていうのをしているなっていう場面が結構出てきますね。ここの No I'm って言ったところの、これわかるかな？下唇の位置、顎の位置。はい、ここですね。そう、これ一個特徴的ですね。他のところではね、もっとでかく出てくるんで、ちょっとまたそこ来たら説明しますね。おー、ハービーがキャラメルみたいなの。わかるでしょうね。これ、まあでもね、ちょっと令和生まれの子はわかんないと思うわ。1990年生まれでも後半の子はね、ちょっとわからん。知ってるかどうか。キャラメルのね、パッケージにそっくりなんよ。冬だね、と思って。冬ってキャラメル食べたくなるじゃん。そんな感じ。多分画像私出すと思うので、はい。なるほどと思っていただけるんじゃないかなと思うんですけど、キャラメルなんだよね。キャラメルのこの箱のパッケージにそっくりで。ね、いいですね。ね、おハービーとか、ジュリンちゃんとかね、この前後感、この横から見た時の前後の、この動きっていうのがすごくよく見えてくるよね。Look at so の時の、このジュリンちゃんの、このね、前にも出すんだけど、下にも落とすっていう、この滑らかさ。Look at so、 このそうのね、この丁寧さっていうか、こんなにそうって丁寧に言うんだっていう。ここのなんか移動がすごいしっかり見えるよね。 Looking so lavish、 すごく丁寧ですよね、言い方がね。お前やもう最高だよな。まあ、彼女はちょっと今回Winter Without You の方で、だいぶこの彼女の歌声に対してのね、みんなのこの称賛の声っていうのが集まってると思うんですけれども、もちろんラップだってちょちょいのちょいっていう感じでございましてですね、彼女といえば結構高速ラップなイメージが私はあるんですけれども、シューリングスターに関してはそこまでこう、バチバチ高速で決めてくって感じじゃないんだけど、やっぱりお前やの持ってるそもそもの音の良さだったりとか、この発音のニュアンスってとこですよね。これがやっぱすごくいいですよね。大好き。
結構お前はね、口元大きく使っていくタイプだなっていうのが、これを見ているとよく見えてくるんじゃないかな。うん、結構ダイナミックですよね。他のメンバー、ジュリンちゃんとかはもうちょっとコンパクトだし、うん、それで言うとやっぱグループのチアリーダーなだけあって、口の動かし方っていうのが、元気ではつらつとしてますよね。うん、ラッパもいい。ここの P の弾きも最高だよね。やばすぎ。息吸うときにこんだけ上げるんだねって感じだね、今。って今吸ってる瞬間だもんね。うん、I のとか。すごいしっかり作るね、ここの音はね。なんかここら辺は結構緩急がしっかりついてる感じ。さっきのパートよりも、もっと多分、広げたい音と、こもらせたい音みたいな。まあそこを考えてるかどうかわかんないけど、それがすごく音に乗ってきてる感じがするので、前半と聞こえがまた全然違いますよね。はい、このフ最高ですね。はい。このやっぱでも、おハービーの造形美。ね。被写体としてのほんと天才的、資質というか、もうちょっと横顔がダントツで美しいっていう、やばいね、おハービーね。マジで持ってる。ちょっとね、綺麗すぎちゃって、どうしようって感じ。ずーっと見ちゃう、なんか黙って。やばいって感じ。ここのオフの落とし方もね、顎ですよね。ペイアーフって、しっかりこの顎関節のガクンっていうこの動きっていうのをなんか利用してもはや歌ってるように見える。今のダークのここの柔らかさやばいね。顎が落ちてグーンと持ち上がっていく、ここがすごい。ここの動きがめっちゃ柔らかい。それで比べるとジュリアちゃんってもうちょっとコンパクトですよね、動きがね。もちろん単語の配列っていうのもあると思うので、一概にこの使い方をしてるからこの子はこういう特徴があるんだとかっていうのは言い切れない部分はあるんですけど、まあでも今さらっとこう聞いてる感じでは、そこら辺の顎の使い方をアクセントとしてどう使っていくのかっていうところにちょっと違いがあるように私は見えるかな。で、顎ももちろん使うんだけど、ジュリアちゃんね、こうやって揺らすんですよ。これめちゃくちゃよくやるので、そう、それがね、もう今、すごいバシバシ見えてきてますけどね。そうね、ここら辺のこの、ぐんと頭を揺らす反動を使って、声を、揺らすっていう、ここら辺の動きっていうのは、本当にジュリアちゃんは、どの曲でもね、割と見えるんじゃないかな。これは完全にこのジュリアちゃんの、まあ、癖とも言えるだろうし、この揺らぎだったり、音程の細かい部分を、こう、調整するための、技術とも言えるんですけれども、非常に特徴的ですよね。落ちたずーっとマンネのこと見てるのよ。このマンネズのこと見てるんだけど。全然、もう全然真正面見てんのねっていう。これね、めちゃくちゃ面白いよな、この構図な。絶対落ちさ、ね、目合わせてニヤニヤしたかったんだろうなとか思っちゃう。こういうの見てると。ここちゃん、まっすぐ。ね、曇りなきマナコで、まっすぐ見据えておりますが。ちょっと見えてくるんじゃないかな、ジュリアちゃんの口元の動きですね。はい、ここら辺、このムーってこうやって上唇の方が上になって、下唇の方が奥にある感じですね。この形、そうね、今ココちゃんもハビちゃんも見てたけど、まあ発音的にもそうなのかな、単純に必要のない動きなのかもしれないんですが、下顎が出てくることはあっても引くことはないですよね、あんまりね。上唇よりもこう奥に入ってるような状態っていうのはあんまりないんじゃないかなと思います。
Dream Team。 ここの Dream の細かな揺れだったりエッジボイス、もうそこら辺はもう説明しなくても、もう皆さんいよいよ私のチャンネルでだいぶもう鍛えられてるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけれども、ちょっと今はあんまりエッジボイスの入りとかは特に説明はしてなかったんですけど、どうですか皆さん、だいぶ聞き取れてますかね、このザラザラっとしたエッジの音。 Coming strippingこのさ、ねえ、この俊敏性ですよね。こうアジリティが最高。From another、 この another っていう時も唇がさ、ぐっと引くよね。顎がっていうよりか、なんか唇がぐっとこって引いてくる感じですよね。ここちょっと止めたいな、綺麗に。はい、これ。ちょっとわかる。えって。えっ、なんか、噛み締める感じで言うっていうか、うん、で今スーって言った時に下唇がグッと引きましたね、後ろにね、これね。なんかね、上下間の開きがあんまり動かなくて、でこっちでこう調整、横にグッと開くかどうかで調整しているようなニュアンスに見えてくる。あんまりなんかね、閉じたり開いたりがね、そんなに大きくないタイプかな。うん、うん、基本的にここの開きあんま変わらないみたいな、なんかそんな感じに見えるね。常にこう上の歯も見えてる状態っていうか。天才これは天才、うん、このクオリティ常に出せるのはマジで強い。まあそのザ・ファーストテイクも、もちろんその、キーとかさ、微調整とかもあるので、全くこの通りに歌ってるとは、私は言い切れないんですけれども、でも、まあ今まで見てる限り、大きく外してるのはほぼ見たことないですね。はい。ほぼというか、見たことないですね。つえーと思って。うん。いや、ジュリアちゃん、すごいなぁ。ジュリンちゃんもいいですよ。ジュリンちゃん濃いね、しかしね。いいわ。このやっぱね、ジュリンちゃんこのヘアスタイル好きなのよ、私。これぐらいの長さのジュリン姉さん大好きなんだよね。うん、グループのカリスマ担当、絶対的リーダー。ありがとうございます。本当にジュリアちゃんはエモいね。エモい。なんか軽やかでありながら歌に対するこう情熱的なものがすごくこう乗ってくるというか、なんかさ、太くてパワフルみたいなさ、もう洋楽のディーバみたいなさ、なんかそういう歌い方ではないんだけれども、すごくこう美味しい音を持っているというか、胸がギュッと締め付けられるような、このなんか感情が乗った音っていうか、すごく美味しい音ですよね。ここで顎かな、今使いましたね。ここの今イエーイ、ここで今顎がガクンとこう動きましたね、うん、こういう使い方されますね、本当に、うん、はい、今は首というか、まあ、頭ですね、頭をグンとこう揺らして、細かな音取りをしていったって感じかな、うん、綺麗。おお。ここちゃん、ここちゃん。これもうでもさ、ここちゃん見てると日本系っていうよりももう全然海外のね、海外のお姉さん方がマジバチ喜びしてそうな、そんなイメージ。このお化粧もまたすごいよね。ネイルが黒いお姉さん方がさ、本当になんか大発狂してそうですけどね。この唇のお色味とかもそうだし、すごいね。ちょっとでもね、おとなしかったね、今回。まあなんか、歌に集中してたのかな。緊張とかはどうだろうね。もはやなんか、まあもちろん緊張もしてるだろうけど、なんか楽しもうみたいな空気感っぽいからさ、うん、あえてちょっとまあ冬だし、うん、で多分この後ろの楽曲のことも考えて、ちょっとテンション感下げてきたパティーンありますよね。うん、いや、もうね、素敵。
何やっても素敵って思っちゃう。素晴らしいですよ。まあ、なんか彼女たちの生歌とかっていうのもね、もう実際にやっぱ聞いたし、で、その中でやっぱり全然クオリティがね、本当に落ちないなっていうのも知ってるので、まあ止まって歌ってるっていう状況下なら、もっとさぞ余裕だろうなとか思いながら。それでもこう一つ一つすごく丁寧に歌う彼女たちの姿っていうのが見れてね、とても嬉しいですね。これはね、良かったですね。ちょっと再生回数おかしいんじゃないのみたいな、日本大丈夫ですかって、ちょっとジャパンの皆さんもうちょっと注目してもいいんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけれどもね、 XG がこの再生回数で終わるようなグループではないので、はい、もうちょっとでもこれは我々この拡散する人間としてのちょっと責任を持ちつつ、しっかり XG ちゃんたち応援して、たくさんの方に知ってもらえたらなというふうに思っておりますので、はい、皆さんも引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、続いてはおそらく Winter Without You のまあそれのプロモーションだと思うので、はい、楽しみにしていきましょう。私の歌声分析動画まだ出せてないんですけれども、そちらで、はい、The First Take のバージョンで分析していこうかなというふうに思っておりますので、そんな感じで、次回の動画も楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。